さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎黒いさにしきのレビュー動画となります。ではレビューいってみたいと思います。まず開栓時はスーッとアルコール感のある上立ち香です。口に含むとまろやかさ、うまみ、若干の酸味、甘さ、コク、苦味を感じ、キレもいいです。黒麹っぽさもしっかりと感じますね。いろんな味の要素はあるんですけど、味の輪郭がはっきりとしていて美味しいと思います。お湯割りにするとさつまいもらしさの他にみずみずしさも感じられます。こちらなんですけど、前回にご紹介したイサミの時も言ったんですけど、値段がすごく安くて、そうですね、イサミの半額ぐらいで買えるような感じなんですけど、ただその割にものすごく美味しいです。鹿児島の方では、これと薩摩島美人が二大定番とされているようなんですけど、薩摩島美人とは全然方向性が違うような感じの、その辺が好みなんですかね。ただやはりレベルがすごく高いかなっていう感じはする焼酎です。癖もそんなになくて、どちらかというとはっきりとした味ですから、黒霧島と比べると黒霧島の方がもう少しまろやかで、ちょっとやぼったいような感じですかね。こちらの方がもう少しはっきり感があって、さらにみずみずしいので、僕はこれは本当にすごく好きです。こちらですね、僕の店の料理にすごくよく合うんですけど、ただもう店にはこれは置いてないんですけど、その理由がこれがちょっと味がはっきりしすぎてしまって、非常に美味しいんですけど美味しすぎるんですね。でこれ飲んでしまうと、ちょっと他の焼酎がいろいろこだわった焼酎が置いてあるんですけど、その味が少し霞んでしまうかもしれませんので、それを恐れて置いていないんですよ。でも裏を返せばそれほど美味しいということですから、これは飲んだことない方は特に一度は飲んでみるべき焼酎なのかなっていう感じはあります。で入手の方は本当にどこでも手に入りますね。コンビニとかでも売ってますし、スーパーでも売ってますけど、ただやっぱり黒霧島の方がどちらかというとどこでも売ってますよね。それほどではないんですけど、それに近いくらいな感じで売っています。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。